ありそうで見たことのなかった古典歌舞伎というのをイメージしておりましてですねそういう意味では、まあ、何が歌舞伎かという概念というのは基本的にはないんですけれどもでも皆さんがご想像するような王道の歌舞伎のテイストというのはふんだんに盛り込みたいなというふうに思ってはおります。2.5次元で、えー されてきた中でも、まあ、僕も他の舞台でご一緒した高橋健介君ですとかスピさんだとか有沢翔太郎君だとかいわゆる刀剣男子の先輩たちもですね今回の歌舞伎化っていうのをすごい喜んでくれてましてやっぱり歌舞伎らしさとか歌舞伎とは何だってことを頭に置きながら自分たちもやってきたところがあるとでこの今回この歌舞伎化するっていう歌舞伎役者たちががっつり歌舞伎をやる。 えまあそれをやられたら俺たち困っちゃうよっていうような舞台を作ってほしいっていうふうにあの期待してくれて背中を押してくれてるところもありますんで古典が日本人にとっての日本で新作がいわゆる海外のような感覚だったりするところもあるんですね歌舞伎俳優にとっては。でも今回の場合は特に えー、門付き墓までそのまま海外に行って日本の良さを知ってもらおうじゃないかっていう感覚でやらせていただくことが重要じゃないかなっていうふうに自分たちもあの海外に行った時に日本の良さを感じたりすることってあると思うので古典、えー、の良さっていうのはある種日本人にとっての日本人の素晴らしさ日本の素晴らしさだったりすると思うので、えー、まあ 古典をよく知らないとなかなか新作にそれを応用するということもできないので、えー、そういう意味ではあ僕なんかは30代に突入して、えー、古典の要素というものも勉強しながらあー歌舞伎の道を歩ましてもらっているのでとにかくこの刀剣乱舞を通して歌舞伎を見ていただくそれがやはり我々歌舞伎役者がやるということに意味があると思うので例えば悲劇のことでいうとあのいわゆるジャケットに。 腕を通していない袖に手を通していないというのをどう表現するかということが、まあ、今回は、えー、羽織に、えー、手を通さないで、えー、羽織紐だけで まあ、いろんなキャラクターを想定する中でまずはじゃあ三日月宗近を想定した場合どういうものができるかとかそういう考え方をした中で見つけたのが足利義輝とのエピソードというかつながりというところでまあ諸説あるんですけれどもまあ三日月宗近という刀の最初の主が足利義輝という可能性が高いというような話がを知りましてで義輝のことをよく調べますと非常にこう。 えー、壮絶な最後を遂げていらっしゃってそれも非常にこうロマンチックでしたし、えー、ですから「ヨシテルと「三日月宗近」のクライマックスを想像するところから着想を得たっていうのが最初でしたね。